はい、開運神社シリーズです。今回の取り上げる神社はついに出雲大社です。出雲大社を取り上げたいと思いますのでよろしくお願いいたします。皆さん出雲大社知ってますよね。聞いたことありますよね。まあ行かれた方も多いと思いますし、行かれたことのない人も、名前は聞いたことがある人がほとんどだと思います。出雲大社、場所は、島根県の出雲市にあります。この出雲ですね。で、出雲大社はですね、一般的にはこの出雲大社というふうに私も呼んでますけども、正式名称というふうに言えばですね、出雲大社という言い方をいたします。まあ通常は出雲大社でいいと思います。私も出雲大社と呼んでおります。でですね、あと通常神社で行われる参拝方法っていうのは2杯2拍手1杯なんですけども、出雲大社では2杯4拍手1杯で、ちょっと珍しいんですね、4拍手で。で、あと10月は神奈月っていうふうに言いますけども、まあ神がいなくなる月ですね。それは10月に神がいなくなるから神奈月っていうんですけども、神がいなくなるということは一体どこに行ってるのかということですね。10月には神は一体どこにいるのか、それが出雲大社なんですね。出雲大社に八百万の神々が集結します。だから出雲地方だけ10月を神あり月っていうんですよ、うん、そういう言い方をします。で、祭神は大国主の御事様ですね。大国主の御事様はですね、国づくりの基礎に乗った神、また縁結びの神として有名ですよね。縁結びの神が特に有名だというふうに思います。大国主の御事は天照大御神側の組譲りを承諾しました。そしてその代わりに立派な宮を建てることを要求いたしました。その要求が受け入れられ、出雲に大きなお社が建てられ、そこに大国主の御事が隠遁地としてお住まいになられた、ご引退されたということです。で、大国主の御事は多くの別名を持ってます。名前には意味があり働きがあるんですね。で、大国主の御事の名前は、これは国を治める王の意味なんですよ。で、他にも大名無知の御事とかですね、あと八千穂子と神様とかですね、いろんな名前がいらっしゃるんですよ。ちなみに大物主の神様、大宮神社の大物主の神様も実はこの大国主の御事の同じなんですよ。こういうのをですね、同体異名と言うんですね。同じ体で異なる名前で、同じ神様なんですけど名前が違うということですよね。それはそれだけ働きが多面性があるということなんですよ。名前が多いというのはそれだけ働きがたくさんあるという、そういうことですよね。例えば今インターネット文化なんで、インターネットを使うインターネットによって名前がたくさんあるということは、それぞれ役割が違うということで、皆さんの中にも名前が3つ4つ5つある人がいると思うんですけども、そういう人はそれだけ複数の働きがあるということですね。まあ、ある意味ひれたく言えばそういうことです。大国主の御事様はたくさんの名前を持っております。それだけ働きがたくさんあるということですね。はい。で、さらに細かくこの大国主の神様のことを紹介していきたいというふうに思います。これ、伊勢神宮とちょっと対比すると面白いんですけども、幸せになるんだったら伊勢神宮なんですよ。じゃあ出雲大社に行くとどうなるかというと、これ不幸にならないという考え方なんですね。で、出雲大社の功徳ってたくさんあるんですけども、その中でも特に主だったのが水運、水体、低迷などが止まり、好機を与えてくれる、どん底から脱出させてくれるんですよ。今日を基地に変えてくれる、不幸が止まるんですよ。これが出雲大社のすごいすごい功徳になります。これはぜひともですね、知っておいていただきたいというふうに思います。あと、なんて言ったって縁結びとして有名ですね。特に有名なのが縁結び。これはですね、温和な形で人から人へとこう自然に縁が結ばれる感じですね。人からの紹介で、それは背後に出雲の狼様、大国主の御事様がこう自然な形で縁を結んでくれるということです。で、出雲大社のこの大国主の御事なんですけども、稲葉の白ウサギで有名ですね。いじめられたウサギを助けて、
優しく温かい神様なんですけども、苦境に陥り優しく助けてほしい場合など、また自分からもっと温かみとか優しさを出したい場合は出雲といいですね。あの出雲大社に行くと温かみが出てくるっていうのもありますんで、経営者の方とか管理職の人とかリーダーの人なんて、本当大国主の御事のご神徳があると優しく温かさが出てきますんで、これ非常にいいですね。組織として見ていいリーダーに本当になれます。でですね、この大国主の御事は大勢いる兄弟たちにですね、貶められ二度殺されたんですね。でその都度助けを得て蘇ったんですよ、うん、で、見事にですね、その神殿を乗り越え、最終的には地上の王になり、そして大国主の名前が授かるんですよ。そういう意味なんですよ、大国主っていうのはですね。で、不幸がまさに自分が不幸が止まり、天気が与えられ好転するという、まさにその功徳っていうのが大国主の御事の生涯そのものなんですよね。ですんでご自身の生涯がご神徳そのものを表すような感じで出雲の神様に導かれるんではなかろうか。そうすると最終的にはその人が大国の主になるということなんで、もう必然的にですね、もう開運するということになります。そういう素晴らしい出雲の神様なんですよ。もうぜひともこの出雲大神社に行きたいと思いますね。思う存分ご神徳を得たいと思います。出雲大社で絶対開運です。